ジョージ、ちょっとそっち持って。はいよ、せーの、暑い。もう最近食欲もないし、やる気出ない。もしかしてソラさん、夏バテですか？実は植物も人間と同じで夏バテするんです。植物もですか？みんなでメンテナンスをしていきましょう。まずは屋上菜園通信。初めての収穫を目指すレモンやカボチャがすくすく成長中。いいぞいいぞ。国分さん、ゴーヤも大きく成長しましたよ。6月に植えたゴーヤが緑のカーテンになりました。成長早っ。ちょっと小ぶりですが収穫できましたよ。夏バテ気味のソラさんのためにこちらの収穫したてのゴーヤでゴーヤの塩昆布和えを作っていって元気を出してもらいます。やったー、楽しみ。レッツ極部クッキング。作り方は超簡単。ゴーヤは中の綿を取って薄くスライス、塩茹でした後塩昆布と混ぜごま油で香り付けしたらもう完成。ではいただきます。苦い。シャキシャキでみずみずしいです。これ元気になりますね。ソラのメンテナンスも終わったところで、国分さん、植物のメンテナンスってどうするんですか？収穫を長く楽しむために追肥をしましょう。追肥とは不足した養分を補うために追加で与える肥料のこと。今回は夏バテ気味で葉が黄色くなったゴーヤのメンテナンス。使うのは固形肥料と液体肥料の2種類。ポイントは与える量。肥料規定量を上げてしまうとちょっと多すぎることがあるんです。この目安の半分から3分の1の量を上げるのが一番いいと思います。おかゆみたいなものをこう少量ずつね入れるようなイメージですかね。そうですね。人間と同じなんですね、プランター栽培でおすすめの固形肥料は化成肥料。パラパラと上から撒くだけで OK。 液体肥料は水で薄めて2週間に1度あげましょう。できた。これで暑い夏も乗り切れそうですね。あ、そういえばゆうきさん、部長が今日までのデータまだパーティーってました。げ、あと局長も昨日までの資料届いてないぞって言ってましたよ。げげ、いっけね、忘れてた。この難局は乗り切れなさそうだ。次回、屋上菜園に秋取り野菜を植えます。